こんばんは、まゆこです。今月手に入れたキンプリグッズを紹介していきたいと思います。今月ね、結構なんか出費してるのよ、いろいろと。だからちょっとね、控えめにしました。でもこれからクリスマスを控える中で、どうしても手に入れておきたいもの2つだけ購入しました。まず最初にじゃん、キンプリちゃんクリスマスにセブンイレブンのイメージキャラクターやってるじゃん。その時に発売されたやつ。え、めちゃくちゃ美品ですよ。新品。じゃーん。おうおうおう、初開け今。セロハンテープついてるやん。あぶねー。このまま保管していきたいからな。丁寧に丁寧に。あぶねー。こっちもちゃう。普通こうやってやらないか。いきます、オープン。ダメや。あ、横もやん。されてるってことはこっちもやな。こわこわ。今から開ける方お気をつけください。びっくり仰天だよ。傷ついてない、大丈夫。見て、おかわ。言い方悪いけど、もっとチャッチやつかと思った。いや、ちゃんとしっかりしてる。こうなんかしっかりとした重さがあって、え、これさ、プラスチックじゃないんじゃない？素材とかは書いてないけど、まあ、電子レンジとかオーブンとか食器洗浄機とか乾燥機は使っちゃいけないって、まあ、それだけ分かればね、大丈夫ですよ。こっちもキャーン、お皿もキャーンキャーン、こっちもキャーン。これにケーキとか乗せて食べたいなって思ってる、一人で。あぶねー、忘れ物処分。うん、元に戻すのも明日まで大事に保管します。じゃじゃん、オーナメント。結構さ、これさ、みんな推しだけを集めてる人とかもいるよね。私でも全員好きだから買えません。今年も出てるし、人型にくり抜かれてるオーナメントがまだ手にないの、持ってないの。だから11月にそれはゲットしたいなと企んでいます。まあ、ちょっとしばらくはクリスマスグッズを集めたいなって思ってます。本当はね、今ちょっともう値段が高くなりすぎて、時計とスノードーム抽選で当たるやつね、手に入れたいんだけど、ちょっとね、考えちゃうよね。でもどん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 値上がりしそうだから、今のうちなのかなとか、いろいろ悩みますよ。後追いは結構大変ですね。でもその分届いた時めっちゃハッピー、超嬉しい。キャーン。カイちゃんがさ、一番顔つきが変わったよね。10月に購入したものは以上です。